たん、おはようってなって、これはなんだい、この建造物は。これなん、どうやったの、これ。あんた天才か？天才なのか？あんたバランス感覚天才だよな、ほんと。どうなってんだ、これ。ああ、これ、あた、ああ。あんた頭いいな。サッカーボールを横にかませて立てたの。すごいね。頑張ったでしょ、これ。破壊してもいい？で、こういうね、くるみの建造物見ると、わーってやりたくなっちゃう、くるみ。やったら怒る？やってもいい？ダメか。やっていい？くるみいい？いい？ダメ？ダメ？オッケー？ダメ？あ、え？それは、え？建造物？建造物破壊したら捕まりますか？くるみ警察に。あ、ダメ？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 これ？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 あ、ダメ、ダメだ。ダメだって。ダメだとよ。どうやって建てたんそれ。あんた定期的になんかそういうことするよな、ほんと。びっくりするんだけど。今、ここのね、ソファーで寝てたんですけど、自分は。起きたらなんかあったわ。なんだこれ。くるみちゃん作ったのこれ、くるみが。ん？これ偉いね。偉いかわからんけど、すごいね、あんた。センスあるね。とりあえずご飯食べようかな。褒めてほしいの？お腹見せて。偉いでしょって。私こんなもん作ったんだよ。偉いでしょって。言ってんの。ん？偉いよ、くるみ。くるみすごい。あんたすごいよ。本当にくるみやった？騙されてる？もしかして。くるみ一人でやった？本当に。でも毎回こういうことしてるもんね、普段から。普段もあるし、これもくるみがやったと考えても不自然ではないけど。これ相当むず、おー、心配してる。慎重に。あああんた、まさか自分で破壊するとはね、壊れちまったよ。今かなり悩んでたよね。普段ならガーって言ってさ、ぬいぐるみ取りに行くところ、すごい慎重に触ってたもんね。やっぱ壊したくなかったんだよね、自分でも。そう、壊れちまったよ、今ので。